新聞社の方からもちょっと通報というか、これでいいのかっていうのをですね、ご指摘をいただきまして、今現場に来ました。でですね、まあ結論から言うとですね、このポスターが、何か違法であるかってなってくると、まあ、サイズや中身、まあ中身がですね、当然ここに刑事責任者は私の名前になっていますので、私が責任者になります。で、ちゃんとここに貼ってもいいですかという許可ももら、あの彼からもらっているので、で、まあ見た目だけでは全くその卑猥なものもないということで、当然この QR を読むと、これは彼の個人の LINE に行くということになります。でですね、まあもちろんね、この東京 S 青函とか、まあこの女性が生きやすい環境を作るよっていうことで、まあ卑猥な表現なんですけども、じゃあ卑猥な表現が、特にまあ言葉での表現、文字の表現がですね、法律上規制されてるかっていうと、それはないと。で、僕も最初これが風俗店への QR だというふうに通報を受けたので、もちろん風俗店の場合はですね、法律上はどうかは別として、その売春斡旋法違反とか、いわゆる売春の斡旋をしてたりとかね、まあ、お店で、脱税をしているところもたくさんあるとか、そういった問題点があるんですが、まあ、彼個人のものについてですね、じゃあこれお商売をしていいのかっていうと、お商売していいとなってるんですよ、ここに関しては。で、まあ、僕も当然法律を相当今回この件で調べてですね、あの当然まずは法律上アウトなものは全部僕の判断で剥がすと。で、次にじゃあ公序良俗に反するかどうかっていうところになってくる。まあ、特にまあ営業目的かどうかっていうことについては、会社としてこういうことをやってる場合は僕も剥がすと思ってきたんですけども、まあこれは個人でやってるものなので、まあ個人の出会いを正直に書いてるという部分もあると思うんですね。で、結論としては僕はこれは剥がさないと。いう結論になりますね。まあこれをご覧になった方が、いやこんなポスターいいのかと思うのはもう当然のことですし、警察に通報されることについても全然おかしなことではないです。ただ、あ、もしよかったら声いいですか。はい、はい、いいですか。撮影もいいです。はい、この QR コードから飛んだ先で、彼の出勤表みたいなところですか。はいはいはい、はい、そうすると彼って個人事業として、はいはい、で、風俗営業の許可も取って営業してるみたいなんですよ。そうすると付属営業に許可取るってことは、はい、まあ、それは1号2号わからないんですけど、はい、付属営業、僕がちょっとごめんなさい、ちょっと言葉を交わすけど、通常の LINE ではなかったですか。そのなんか Twitter のプロフィールに取りました。え、これ LINE じゃないんですか。はい、Twitter のプロフィールに取りました。ちょっともう一回やっていただいて、僕これが Twitter には飛んでいかないと思うんですけど、やったら映っちゃうじゃないですか。じゃなくて、ちょっと画面こっちで、これがだからツイッターのプロフィールに飛んでいくのがちょっとなんかしたんでしょうかね。僕がさっき考えてみたのは、これは LINE 上の、多分それがツイッターに飛んでいくんですかね。LINE でしょう。これは僕確認しましたから LINE なんですよ。まあ、前で見てる LINE なんで、他に何かありますか。多分ね、これは LINE なんで、ちょっとツイッターの方には飛ばないと思う。それも確認してるんですよ。はい、もちろんこれは LINE の QR 用なんで、これでツイッターにいきなり飛ばすってことはできないんですよ。はい。で、まあ、個人でですね、最終的には、お友達や一般のお客さんを募ってですね、集客をするっていうことについては、道徳上問題があるのかもしれません。ただ、それがもし、犯罪とかになるのであれば、まあ、彼自身がやってる行為がもし犯罪とかに当たるんであればね、それは、このポスターとは直接的な因果関係はないということになるんですよ。だからそこを何でもかんでも規制しちゃうっていうのは良くないでしょうというところなので、僕としては法律の問題とか、あとは僕の持ってる常識ですよね。その裸の女の子のポスターとか、それはもうそれを見るだけでアウトじゃないですか。その子供さんとかもいらっしゃるわけでね。でもこれは仮に QR を読んでもですね、このポスターを見て QR を読み込む人っていうのは、むしろ彼のことに興味があって見るっていう自主的なものがあると思うんですよ。はい。すみません、違いました。この東京 S 青函っていうのを検索したら、あ、こっちですね。はい。だから、一番最初に、ツイッターのブースが、なるほど。だから、彼が、この、逆に言うと、彼個人がやってるんですよね。お店じゃないんですよね。
激安キャンペーンっていうですね、はい、はい、あ逆にありがとうございます。あのこの東京衛生館というのが例えばお店として動いている場合にですね、例えばその管理売春とかっていうことになってくるんで、まあ多分ご存知だと思うんですけど、個人で売春することについてはこの国は基本的には捕まえないんですよ。あくまでも個人対個人で、こうなんていうのかな、2人の間で決めたことなんで、そこでお金が発生してもですね、正確にはそれが売春とはなかなか言えないので、ただ間に業者が入った場合には管理売春ということで、そのところで利益を持っているような上げている人たちが捕まるということなんで、まあ、今調べていただいたらこの東京衛生館というのも特段店舗でもないということなので、まあ、僕はちょっと時代が何か生み出したものでね、こういったことを確かにお商売にされてるとは思いますけども、それが直ちにそのなんていうのかな、違法行為とは言えないですし、商売をやってたとして、はいはい、その例えばじゃあいくらですよとか書かなければ、じゃあこれだったらセーフっていう感じなんですか。まあ仮にいくらと書いていたとしても、それが個人間でやる分にまではなかなか何法違反ですかってことになっちゃうわけですよ。あ、そうなんですか。はい、だから例えば政見放送でこれはダメなんです。明確に政見放送や、はい、選挙広報は、商売を禁止してるんですね。あ、そうなんですか。例えば彼がここに着てる服で、まあ何でもいいんですけど、例えばアディダスとか、うん、まあ、ダンヒルとか、あそういったものをですね書いて政見放送に出たりとか、お写真ですよね、選挙広報はダメって書いてあるんですが、例えば選挙ポスターでここにアディダスとか入っててもですね、それはメーカーの宣伝になるじゃないですか、はいはいはい、だから選挙のポスターに関してはお商売することすら実は禁止されてない。直接禁止されてない。ただ僕のその、まあ、いわゆる道徳的なことでこれでちょっとお商売に直接結びつけるのやめましょうよと。だからちょっとさすがにこれ表現の自由の範疇かなということなので、まあ、もちろん警察に聞いていただければいいと思いますけども、私の、まあ、責任者としての立場としたら、不快に思う方もたくさんいらっしゃることは重々理解した上で、まあ、できればちょっとこれも一つの、こういったことでまた、なんて言うんでしょうかね、いろんな人が関心を持っていただいて、よろしくないなとなれば法律の改正ということになろうかと思いますので、ちょっとそういう結論になるので、ちょっとまあ、ご不快なことは理解はしますけども、ご容赦いただきたいと思います。はい。ということで、結論はこれから。あとね、これに関しては絶対アウトです。もう、これ、こっちの方がダメなんですよ。さっき解説しましたが、この大きさのポスター貼るときには、必ず、これ刑事責任者と印刷者しか入っていませんが、このようにですね、個人演説会というのを書かなきゃいけません。で、もう、桜井誠さんは、あの人全然、実は法律詳しくなくて、しょっちゅう彼間違うんですけど、まあまあ、置いときましょう。で、この個人演説会の時とか、これを書いておいてですね、日付がないっていうのもダメです。これは小池さんもそうです。これは僕は公に、まあ、この翼の党もそうですけど、このサイズを貼るには、個人演説会上、演説会の時と場所を書かなきゃいけません。だから、小さいポスターは入ってないですよね。で、大きいポスターは、これ入れなきゃいけない。で、これ、具体的な日付入ってませんよね。これはアウトです。アウトってはっきり言えるのは、僕は何度もこの選挙やってますから、参議院選挙、衆議院選挙やってますから、この大きなポスター貼るときは、選管によってはここの日付がないから、書いてくださいと言って、わざわざ書いてますと何度もあるよな。だからここはアウトです。だからこのポスターは実はこっちのね、達人大輔って書いてる彼が違法に見えますが、このポスターはもう 100% 違法だし、このポスターもちゃんと入れなきゃいけないというところで、法律ってまあ恐ろしいなと、まあ、僕は当然 YouTube にアップしますから、もしこれが桜井誠氏がこれがね違法だと言えば名誉損になるじゃないですか。悪いのは桜井誠さんであり小池百合子さんもそうですよ。ちゃんとしてくださいね。これなんでここ書いてないんですか。やるつもりがなかったら書いてない。これちゃんとしてくださいよ。こんなのわざわざこんなこれだけ入れりゃいいっていうのは絶対間違いですから。仮にこの会場は YouTube 上とかでもいいんですよ。だから最初から7月の6日とか YouTube 上って入れときゃいいのに。そうですよ。構わないですよ。どこでやるのかを別に個人演説会しますって構わないので。まあ、要は僕は法律いっぱい調べてちゃんとやってますけども、だからギリギリの線を攻めてますが、他の人たちはそもそも桜井誠氏はそういうことすら知らないと。
で他の候補者も書かなきゃいけないのに書かなくていいと、まあ、書いていないと、まあ、そういうところなので、以上です。ごめんなさい、解説をすみません。ありがとうございます。あとちなみにおまわりさんですけど、これか、ちなみにおまわりさんも来てくれてます。この後どうなるか分かりません。以上です。 NHK をぶっ壊す。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力。未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党。グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの、お得にさ、多分ないの、女性の方もっと愛情あって自信よ、お得にはもうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー。